小野博之小野博之6月5日から1944年7月18日は日本の実業家、政治家。衆議院議員、旧姓小沢。長男は元塩尻市長の小野光弘。長野県上稲郡小野村で小沢五郎三郎の三男として生まれ、東築郡千築町村の小野郡我の養子となる。長野県立松本中学校を経て、 1920年、早稲田大学専門部政治経済科を卒業。陸軍に志願して入隊し2年後に、不評勝位で除隊し、1928年、予備役不評注意に昇進。帝国在京軍人会本会審議員、同第14士官連合支部審議員、同東千間軍連合分会長、同東千間軍商工分団長、同長野支部参事など、 在京軍人会の役職を務めた。在京軍人会の支援を受けて、1939年、長野県会議員に当選し政党の解消に尽力。1940年、体制翼3回長野県支部所代表務委員に就任。実業会では、信用アルミナ工業省を創設し、新州石灰工業組合理事長、日本石灰工業組合理事を務めた。 1942年4月、第21回衆議院議員総選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受け、長野県第4区から出馬して当選し、翼山政治会に参加。この間、翼山政治会政庁内務委員、同陸軍権務委員を務めた。臨時招集を受け1944年4月1日に、議員を退職した。太平洋戦争に出征し、 同年7月、サイパン島で戦死した。ありがとうございます。